と知ったりした。特別な気持ち、甘い甘い香っていうんだね。伝えたなら何が待ってる。 Baby Baby 駆け出そう。ドラマティックに憧れて夢見る通り素直になって、なんか急にドキドキ止まらなくてどうしよう。連想をループ再生、君の元へと響いてゆくよ。これからは一人で頑張らないとな。こんにちは、ヤドカリ引っ越しセンターです。届いたか。ありがとうございました。ふう、これで荷物もあらかた届いたかな。ん、なんだこのどでかい段ボール。なんだ猫か、人騒がせな猫だな、まったく。あ、よかった、ごまかせたみたい。危にゃい危にゃい。てぇ、そんなわけあるか。何やってんだショコラ。その、お久しぶりですね、ご主人様。昨日実家で会ったばっかりだろ。それより聞いてください、引っ越し業者の人たちひどいですよ。あ、ショコラのこと運ぶときにですね、この段ボール重いから気をつけろよとか言って、思わずふしゃーって泣きそうになっちゃいました。ふしゃーって。そりゃ俺の荷物に比べたら重いだろうよ。こっち、こっちがショコラということは、こっちは。お久しぶりご主人。トラックの中がホコリっぽくて鼻がむずむずつらかった。なんでバニラまでいるんだよ。ショコラのいるところ、それは私がいるところ。それに猫は狭いところは嫌いじゃない。いや、そういうことじゃなくて、あと私もこっちの段ボールも重いから気をつけろよとか言われた。だから私もおこプンスカサイですか。プンスカプンスカ。とりあえずショコラもバニラもそこから出なさい。現在電話に出られません。ご用の方は P という発信音の後に。こんな時に繋がらないって、しぐれのやつ何やってんだ。ご主人様のお布団もふもふ完了であります。新しいお布団すごくふかふか、合格点。そりゃご苦労さん。ほらショコラもバニラも髪の毛跳ねまくりだぞ。ご主人様のなでなで気持ちいいです。苦しゅうない、もっと。で、お前らは一体何しに来たんだ。ご主人様が連れてってくれないって言うから仕方なく。ショコラが行くって言うからノリで。仕方ないとかノリとか、お前らな。いいか、出る前に何度も説明しただろ。俺はもう、あの家には戻らないつもりだって。実家は何も困ることはないし、しぐれや他の猫たちもいるんだから。ん？違うんです、これはそのお腹が反抗期なだけなんです。朝ごはん食べ損なったから仕方ない。それにショコラはお腹の音も可愛い。はあ、ま、とりあえず飯を買いに行ってからにするか。ねえねえご主人様、生理痛って何ですか？ん？生理痛？生理痛ってのはな、ちょっと待てって。送信っと。で、生理が何だって？あ、生理ってことはもしかしてお片付けした時に痛くなる筋肉痛のことですか？さすがショコラ、そう、その生理よ。
ねえご主人、だいたいそんな感じだから、あ、もうちょっと静かにな。な、ご主人顔真っ赤。本当だご主人様、お顔が真っ赤です。もしかしたら熱があるんじゃないですか。いや大丈夫、そこらたちが熱を出した時はとっても辛かったです。そうだ、すぐに病院に行きましょう。ちょうどこんなところに病院が。ほらご主人、生理痛がひどいって言いに行こう。生理大変、生理大変、生理のせいで。ママ生理って何？あのお兄ちゃん生理のせいで赤くなってるわ。ほんと大丈夫だから行くぞ。しぐれは現在電話に出られません。ご用の方は P という発信音の後にご用件をお話しください。ご主人様、ご主人様、一緒にお風呂入りましょう。お背中を流してあげますから。私たちの発育が良くなってからお風呂入れてくれなくなった。ご主人のエロ、大したことない発育のくせに何言ってんだ。にゃ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 んですと。その発言がセクハラ、猫の尊厳を踏みにじってる。ショコラとバニラはもう立派なレディー猫だってシグレちゃんが言ってましたし。それにショコラは今ぐらいがアイデンティティ。はいはい、それはもういいから、ショコラとバニラも帰る支度しろよ。にゃん、帰る支度？ショコラのお家はここですけども。ショコラの隣が私の居場所だし。あとご主人かっこいい。2匹揃ってすっとぼけんな。家まで送ってくから帰る準備しろ。いいか、これから店が始まってどうなるか全然わからないんだよ。誰も頼れないし、お前らの面倒を十分に見られるかわからないだろ。しぐれと一緒に実家にいた方がお前らにとって幸せなんだよ。そもそも俺が自分自身の面倒だって見られるか危ういのに。嫌です。ん、嫌です。そこらが絶対に変わりません。そんなことよ、ご主人様は嫌いです。あ、ちょ、おいショコラ。私もダットのごとく、いや、ダツネコのごとく離脱。ささ、あ、ちょ、コーラ。ほらほら、ご主人様、こっちですよ。危ないから走り回るなって。ニコニさんの心配はご無用。ささ、ささ、ショコラ、ともかくお前は運動点でダメじゃねえか。こら、捕まえたぞショコラ。にゃー、ご主人様のエッチ。ご主人、ショコラの胸は静かみ。違うって、お前らが逃げ回るからだろう。にゃー、好きです。こら、バニラ捕まえた。くちゃくちゃくちゃ。ああショコラやめ、ちょ、待って。ナイスアシストショコラ、ささ。だからお前ら逃げんだって。その件に関してはショコラとバニラの意思を尊重したいと思います。ショコラとバニラがちゃんと納得したら迎えに行きますので。いや、しぐれ、納得したらって言っても。ところで兄様、この妹めに今日の愛のささやきを。ところでじゃなくて。それでは失礼いたします。愛してますわ兄様、ではまた。あ、ちょ、しぐれ、マジでか。ご主人様のご飯はいつでも美味しいですにゃ。ショコラ、ほっぺにケチャップついてる。芸術的に可愛い。お前ら、今日こそは家に帰るんだからな。ご主人様はショコラたちといるの楽しくないですか？ショコラは楽しいですよ。これから本格的に開店準備が始まるし、ノーノーとお前らと遊んでる時間もないの。おとなしく帰る。ここにショコラがいたらご主人様は迷惑ですか？まあ迷惑だ。そうですか。そうですよね、やっぱり。ショコラ、それでもショコラはご主人様のところにいたいです。ショコラがいるなら私もここにいる。はあ、いいか、だからな。ご注文ありがとうございます。 T セットの配達に伺いました。受領書にサインをいただいてもよろしいでしょうか？どうも自分が頼んだものと違うみたいなんですけども。え、本当ですか？頼んだものも確かに入ってるみたいなのですが、
うちではこんなに必要ないので。すみません、すぐに本社に確認します。はいはい、わかりました。大変申し訳ございません。こちらのミスで別の注文書と混じってしまっていたようでして。はあ。今からご注文分を選別いたしますので。え、この中からですか？今から？私も次の配達に急いで行かないと怒られちゃうんです。ごめんなさい、お願いします。はあ、これじゃあ二人でやっても何時間かかるか。じーじー、ああ、猫の手があった。ありがとうございます、ありがとうございます。猫ちゃんたち本当に助かりました。それでは失礼します。無駄に疲れた。ご主人様、お疲れ様でした。お茶どうぞ。ありがとな、ショコラ。ん？じー、褒めて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 。ショコラとバニラのおかげで助かったよ。うわーい、ご主人様に褒めてもらっちゃってバニラ。はーい、やっほー。うんうん、柱の陰から見守ってた甲斐があったね。よしよし、ご主人様の役に立てましたね。ね、やっぱりご主人様一人だとお仕事大変だと思うんです。ね、ね。うんうん、猫の手でも存分に役に立つ。それとこれとは別、家に帰らないとダメだ。そんな、そもそも別にお前らに働いてほしいわけじゃなくてだな。俺はお前らが。ああ、やっぱりダメですか。お掃除でもしてきます、せっかくですし。ご主人、私たちがいたらそんなに迷惑？悪い子？悪い子じゃないからここにはいさせられないんだよ。いい子なのにダメなの？いい子だからダメなんだ。人って難しい。猫にはそういうのはわからない。好きならそばにいたい。少なくとも私はそう思うけど。バニラ、ショコラのところ行ってくる。人って難しいか、言われてみれば矛盾した考え方だよな。猫くらい単純に生きられればいろいろと楽なんだろうけどな。綺麗な夕焼けね、ショコラ。え、あ、ごめんバニラ、なんだっけ、また旅だっけ。だいたいそんな感じ。一文字たりとも合ってないだろうが。ショコラ、疲れたなら少し休んでいくか。あ、はい、少しだけ。じゃあ私何か飲み物買ってくる。ああ、頼む、3人分な。了解、任された。に電話してもいいですか？ああ。またご主人様のところに遊びに来てもいいですか？ああ。ご主人様はショコラたちのこと毎日思い出してくれますか？ショコラは離れててもご主人様って呼んでも
いいですか？まあ、当たり前だろ。ご主人様、ごめんなさい、ごめんなさい、ご主人様。やっぱりご主人様は優しいですね。別に俺は優しくなんかないよ。当たり前のことだ。ご主人様、前も同じこと言ってましたから。前って？まだショコラたちがご主人様のお家に来たばっかりの時、覚えてますか？ショコラとバニラが熱を出した時のこと。あの時は夜中で誰にも気づいてもらえなくて、とにかく苦しくて辛くて寂しくて声も出せなくて、手も足も全然動かなくて。大丈夫だ、俺がついてるから心配するな。ご主人様が大きくてあったかい手で撫でてくれたんですよね。朝になって病院に行くまでずっとずっとそばにいてくれて、不安で心細かったのが全部嘘だったみたいに。あの時も言ってました。俺は別に優しくなんかない、当たり前のことだって。でもショコラたちはご主人様がいなかったらここにいなかったです。だからあの時からご主人様はショコラのご主人様になったんです。ショコラはそれからずっと当たり前に優しいご主人様のことが大好きなんですよ。だからショコラはご主人様がいなくなっちゃうって聞いて、どうしても一緒に行きたくて。ショコラ、難しいことはやっぱり猫にはわからないです。でもやっぱりショコラはご主人様のそばにいたいんです。ショコラがお手伝いできることは何でもしますから。だからもう一度だけお願いしちゃダメでしょうか。ショコラはご主人様と一緒にいたいんです。ショコラ。私たちは猫だから自分に素直なだけ。私は楽しいことならショコラと一緒がいい。たとえ辛いことでもショコラと一緒にいたい。だって一緒にいられないことの方が寂しくて辛いから。本当に好きなら迷惑かけたって一緒にいたい。私たちが幸せかどうかなんていくらご主人でも決めつけるのは違うと思う。バニラ、お願いします。ここがショコラがいたい場所なんです。ショコラとバニラの幸せを決めるのは俺じゃないか。人間が猫に何も言い返せないなんてな。ご主人様、それって帰るぞ、うちへ。うちじゃ実家ほど自由に暮らせないからな。一緒に頑張ろうな。はい、毎晩大トロじゃなくて大丈夫です。たまにでいいです。お肉も A4 でいい。松阪牛なら脂身最高。そういうのがダメだって言ってるんだ。そうだ、お前らのお気に入りのシャンプー買ってくか。おお、ご主人かっこいい。ついでに松阪牛も買おう。ま、今日くらいはお祝いってことで、そうするか。やったー、お祝いパーティーですね。
ご主人太っ腹。さすが私たちのご主人。今日だけだからな、今日だけ。超かわいい。ひらってやって、ひらって。こうこうひらひら。お、ご主人がショコラのことエロい目で見てる。やー、ご主人様のエッチ。アホか。ご主人様、お店の制服ショコラ似合ってますか？ああ、よく似合ってる。かわいいのが見つかってよかったな。うんうん、よかったよかった。頑張って注文したのは私だけど。バニラもよく似合ってるぞ。今日からよろしく頼むな。まあ、できる範囲で頑張る。うわーい、ご主人様に褒めてもらっちゃったね。から捕まえに行った方が早い。私に任せて。待て待て待て、まだ開店して5分なんだから。最初からそんな気を張ってたらすぐに疲れちまうぞ。うん、ん、失礼するぞ。いらっしゃいませ。うわ、ご注文は何でしょうか？あ、おすすめはあれです、あれ、ケーキです。紅茶もあるの。その、あー、高いのと冷たいのと。お前らはちょっと落ち着け。大変失礼いたしました。店長の水月と申します。メニューはこちら。ふむふむ、立地といい、色使いといい、なかなか素晴らしい店構えじゃの。ふむ、気に入った。ここにあるケーキは全部わしが買おう。さあさあ店主、ありったけケーキを詰めるがいい。あ、カードって使いますよね。いや、しぐれ、何やってんだよお前。はっはっは、しぐれとはなんぞ。お主、誰かと勘違いしているようじゃの。なんぞってお前の名前だよ。そんなプリティで一途な兄様思いの娘っ子がこんなところにおるはずないではないか。お、なんだ、しぐれちゃんだ。久しぶり、元気にしてた？しぐれ、何その格好、流行ってるの？そこじゃバレてんじゃねえか、しぐれ。だから言ったじゃない、そんなんじゃすぐバレるって。設定からしてよくわかりませんし。そもそも猫なら匂いでわかるしね。わ、私は兄様のためになればと思ってるんだ。お久しぶりです兄様。お元気そうで安心いたしました。お久しぶりって、こないだ会ったばっかだろうが。どうしたんだよみんなして。よー、元気そうだな、しおこばに。あら、それが制服？かわいいじゃない、孫にも衣装って感じで。ショコラちゃんもバニラちゃんも元気そうでよかった。心配したんだよ。そうだよ、花匠様についていくなら一言言ってくれればよかったのに。ごめんね、ついつい勢いでのことだったから。また会えたから問題ない。みんな元気そうで何より。うんうん、猫たちも感動の再会を喜んでくれているようで何よりですね。何よりって、お前な。うめえなこれ。花匠、お前なかなかやるじゃねえか。はっ、はっ。うわ、まさか僕の人生ならぬ猫生にケーキワンホール食べられる日が来るなんて。あ、あ、いい香り。やっぱり猫舌にはぬるめよね。お茶受けに何かちょうだい。はい、お、こちら焼きたてのアップルパイになります。にゃ、わ、私焼きたてのアップルパイが食べてみたかったんです。
そうそう、やっぱり猫舌には焼きたてよね。あっ、熱い。わあ、本当に美味しいです。なんであんたは平気なのよ。姉ちゃんが猫舌すぎるだけだと思うけど。でも本当に立派で素敵なお店ですね。ああ、ありがとう。もう兄様が隠れてケーキ作りをしなくて良いのだと思うと、しぐれまで嬉しくなってしまいます。和菓子屋の厨房で夜遅くにね。しぐれにもいろいろ心配かけてすまなかったな。私は兄様がお幸せならそれで。カショさん、ラ・ソレイユってどういう意味なんですか？フランス語で太陽って意味だよ。ご主人様の憧れの人のお店と同じ名前なんだって。女の太陽って意味らしい。なんかエロい。店名にエロい名前つけるか。僕は、あ、いや、私はロマンチックでいいと思います。でもショコラとバニラも元気そうで安心しました。ただし兄様、ショコラとバニラをお店で働かせるならちゃんと資格を取らせなければなりませんよ。資格？調理師免許ってことか？にょ。違いますよ兄様。そうではなくてですね、猫を単独行動させたり従業員として扱ったりするには単独行動許可証という資格が必要なのです。単独行動許可証？はい、保護者が一緒でしたら大丈夫ですが、猫が許可証なく外を歩いたら警察に補導されてしまいますから。警察？補導？補導って何？捕まること。にゃ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 んですと。でも小豆たちは許可証なんて持ってたっけ？当たり前だろ。ほら、ま、猫として鈴くらい持ってないとね。その鈴が許可証だったのか。私らは猫の中でも選ばれし猫ってわけよ。一応鈴の試験に合格できるのは10匹に1匹って言われてますからね。しぐれ様の猫なのに鈴持ちでないなんて、ご主人様に恥をかかせてしまうことだからね。ご主人様のお役に立てるのならショコラも鈴をもらえるように頑張ります。ショコラ？鈴がないとお出かけできない場所もあるって聞いた。仲間外れは寂しい。うんうん、私も鈴をもらう前は留守番とかもあったから寂しい気持ちはよくわかるよ。ショコラとバニラがその気なら私も鈴取得に向けて特に一肌脱ぎましょうか。しぐれ、じゃあお願いしてもいいか？俺もショコラ、バニラと一緒に頑張るって決めたから。ご主人様。私も頑張る。一発合格できるように頑張ってね、ショコラ、バニラ。ああ、これだから頭でっかちなメイン君は困るよな。別に合格さえすりゃ回数は問題じゃねえんだよ。自分は試験に2回も落ちたからってひがむことないんじゃない？はあ、もしかしてその短い手足が不利だったの？なんだとこら！これがマンチカンのアイデンティティなんだよ。おめえみてえな長毛種の子猫ちゃんは家でブラッシングでもしてろや。無駄に年だけ取ってる猫に先輩ずらされたくないね。喧嘩はダメだってば。二人とも落ち着いてね。そうだよ、あんまりストレス溜めると円形脱毛症になっちゃうよ。あずきもココナツも本当に飽きないわね。毎日毎日水月家の平常運転だね。ソレイユでも変わらず。ああもう暴れるなら埃が立つから外でやってよね。外で。だとてめえ、夜トイレに行くときは電気つい電気全部つけていかないとダメなビビリのくせに余裕ぶりやがって。あ、いやー、私は夜行性とか嫁とかそういう本能に流されない猫だって言ってんでしょ、このバカニャが。そんなところがめいちゃんの可愛いところだからね。ふしゃー、魔法少女みたいな格好してるくせに私のことバカにして。いや、しぐれちゃんが似合うって言ってくれてるんだからいいじゃない。にゃーにゃー。こいつら本当に鈴持ちなのかな。ショコラ、鈴持ちになったらご主人様と遊園地とか行きたいです。私は遊園地もいいけど水族館に行きたい。イルカとかシロナガスクジラとか見たい。水族館にシロナガスクジラっているのかな。
ノリで言ってるだけでしょ。鈴の試験頑張ります。しぐれちゃん、特訓お願いします。鈴持ちの明日への第一歩、準備はいいですか？ショコラ、バニラ、オス、準備 OK であります。しぐれちゃん先生。オスオス、私も OK であります。るいいですか？鈴持ちに必要とされる条件は、人間の生活の中に猫一匹で溶け込めるか。すべてのテストはこの一言に集約されるのです。はい、復唱。すべてのテストはこの一言に集約されるのです。違います、その前です、その前。試験なら今のは罰ですよ、罰。大丈夫なのかあれ。いいですか？そもそも単独行動許可証というのはですね、人間界のルールを理解して猫の習性や本能に負けず、理性で自分を律した行動ができるか、これを乗り越えた猫に与えられる本物の猫たりえる証なのです。そんなショコラはまだ本物の猫じゃなかったんだ。どうしよう。まあ猫は猫だからそんなにうろたえなくても大丈夫。バニラにはハクもかぶんねえよな。ボケっとしてマイペースつーか。ちゃんとやることはやるから、やる気が表面に出ないだけだよ。お前らも十分マイペースだけどな。人の世では論より証拠と言います。まずはあずき、お手本を見せてあげましょう。ああ、なんだよ、めんどくせえな。ギャラ出るんだろうな、ギャラ。あずにゃ、よろしくお願いします。あずき、よろしく。では、鈴持ち猫の強靭な意志、兄様もとくとご覧あれ。はい、ここに猫まっしぐらな油テラテラの大トロがあります。普通の猫ならば本能的に飛びついてしまいます。ですが、これを小豆の目の前にぶら下げても、コホン、今のは悪い例です。小豆には後でお仕置きをするとして。ココナッツ、お任せください。しぐれ様、兄様、よくご覧くださいね。小豆と違うところをお見せしましょう。はい、せい。おお、さすがココちゃん、すごいノーリアクションだよ。全く気にする素振りすらない、まさに大物の風格。この程度褒めてもらうほどのことでもないよ。ごめんショコラ、大丈夫？つい。よしよし、猫だから仕方ないね。しぐれ、おかしいですね、あれ。許可証の基準、本当に大丈夫なのか？基本はロシア文字で出る口ね。これ覚えとくと結構使えるから。すっごい、メイプルちゃん顔文字マスターだよ、かっこいい。ショコラは本当にいいリアクションするわね。じゃあ次は使えるスタンプを教えてあげるわ。そのお花はね、そのおしべとめしべっていうのがあってね、おしべとめしべがね、その愛し合ってぐちょぐちょになると赤ちゃんがね。シナモン、発情してないでちゃんと教えて。で、今度は何やってんだ？鈴を持つためには一般常識と小学生くらいの学力は必要とされますから、座学も大切なのです。俺には携帯いじってるのとあれな本を読んでるようにしか見えないんだけどな。ま、困った時はだいたい110に電話すれば大丈夫らしいわよ。ちなみに命が危ないっぽい時は119ね。これだけ覚えとけば大丈夫。めいちゃん、スマホが明日は雨だって言ってる。ジメジメするって。虫がね、花粉を運ぶの。それでめしべのね、あそこにあれをあれして妊娠っていうか。虫が代わりにエッチするの？バニラちゃんがそんな恥ずかしいこと言うなんて。シナモン、ハルオちゃん。
よだれパンない。猫の習性や本能に負けず理性で自分を律した行動ができるか。よし、あとはアップルパイだけだな。ご主人様、ご主人様、見て、見てください。ついに私たちは猫の限界を超えた。これで鈴の試験も完璧。ずいぶん早いな、限界超えるの。それはご主人様への愛ゆえでございます。しぐれの真似せんでいい。それで何を見てなんだ。ふふふ、ご主人様、ちょっと喉をゴロゴロしてください。喉を？ショコラは猫の喜びをポーカーフェイスで我慢してみせますよ。こんな感じか。ゴロ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 。ダメじゃん。にゃー、しょうがないじゃないですか、大好きなご主人様ですもん。喉元なでなで。ゴロ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 。バニラでもダメじゃん。じゃあバニラだってやってみてよ。できるの？私は余裕に決まってる。猫だましも通じない弾力。じゃあこんな感じで。見てご主人様、バニラの尻尾が天をつく勢いでピンって。バニラめっちゃ喜んでるよ。違う、それはその。バニラも全然ダメじゃん。いや、今のはたまたま失敗しただけです。そう、他のは全て合格ラインだから大丈夫。猫殺しのテスト項目全部試してくれればいいと思う。単独行動許可証、虎の巻。上からやればいいのかな。任せてください、ご主人様の猫ですから。 Don't worry。 はい。クン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 、我慢アウト。ちなみにこの指はさっきまでブルーチーズ触ってました。はい、フレーメン反応もアウトな。はい、次。はい、猫魂もアウト。猫じゃらしアウト。苦しゅうない、苦しゅうない。ノーズがとろけるこの感覚、パナイ、ほんとパナイ、ほんと最高です。もっとチコがより。また旅もアウト。バニラアートにあげ。それではどうでもいい。やった旅とともに。ショコラ、バニラ、鈴テスト不合格。ご主人様。ショコラ、バニラ。ただいま戻りました。ただいま戻り。おかえり。で、どうだったんだ、試験は。バッチリ完璧です。無事任務達成、パーフェクト。おお、よく頑張ったな。はい、これでショコラたちも立派な鈴持ちの猫です。鈴持ちの猫が2匹揃えば心配なんて不要。そうだな、お前たちは立派な鈴持ちの看板猫たちだ。店の仕事もよろしく頼むぞ。はい、お任せあれ。にゃー、めっちゃ高い、めっちゃ高いですよご主人様。人がゴミのようだとはよく言ったものだと思うね、ご主人。なんでお前らはそんな余裕なんだ。高いとこ気持ちいいじゃないですか。今の私たちのテンションは地上107メートル。そうか。
3、2、1、バイバイ。うわだから落ち着けって。猫として大事な尊厳とか他にもいろいろなものが漏れそう。ちょっと待て、もうすぐ出口だからそこまで我慢。にゃーんにゃーん。鈴のお祝い楽しんでくれてるみたいだな。はい、もう最高です。うんうん、鈴最高。ご主人様ん、あーん、うん、うまいな。やったやったね。でもお店忙しいのにお休みなんていいんですか？ご主人最近疲れてると思うけど。お前らがそんなこと気にしなくていいんだって。これは俺がしてあげたいことなんだから。じゃあ次はちょっとゆったりしたのにしましょうか。まだまだ時間もあることだしね。ああ、お前らこそ疲れてなんて言わせないからな。にゃー、ご主人様頼もしい。強気なご主人だにゃん。レッツゴーゴー。はー、おっきい水槽、めっちゃおっきい。すごい海底トンネル、頭の上に魚。遊園地も水族館もすっごくすっごく楽しいです。ご主人様。私も超楽しい。ニコ生でかなり上位に入るはしゃぎっぷり。お前らが頑張って鈴取ったからだな。はい、一生懸命頑張ってよかったです。お店も手伝えて遊びにも来れて鈴最高、超最高。トロいっぱい、よだれ出てくるよだれ。うわぁ、ショコラ、バニラ。大丈夫ですか、ご主人様。水はまだ冷たかった。日も傾いてるし今日はもう終わりだね。いや、俺はまだ大丈夫だよ。一日楽しくて疲れちゃいました。それに私たちだってご主人のこと大事だからね。ね。わかった。じゃあまた遊びに来ような。はい、また来たいです。うん、それがいいね。じゃあ最後にお土産買って帰るか。ありがとうご主人、超かっこいい。ただいま。ただいま。ご主人様どうかしましたか？ご主人様大丈夫だ。ご主人様。すごい熱。そんな。ちょっと疲れが溜まってるだけだよ。情けないな。でも本当に病院行った方がいいんじゃないですか。鈴の試験で習った、動けない時は119で救急車を呼ぶって。救急車はダメだ。せっかくお客さんがついてくれてるのに、店の前に救急車が止まってたら心象も悪くなっちゃうだろう。ご主人様。ご主人。それに
こんなの救急車を呼ぶようなことじゃない。一晩寝たら大丈夫だから心配するな。ショコラ、ご主人様のそばにいますから。今度は私たちが看病する。39度、さっきより熱が上がってる。イルカショーでお水かぶっちゃったからかな。私たちのために連れてってくれたのに。どうしよう、どうしたらいいのかな。何もできない、悔しい。ショコラ、バニラ、ここにいます。ショコラはここにいますから。私もバニラもここにいるよ。ちゃんとそばにいるから。あの時のお返し。今度はショコラたちがご主人様を助けないと。ダメだ、もう遅いからしぐれも寝ちゃってる。ショコラたちで何とかしないと。病院に行ってお医者さんを呼んでこよう。救急車はダメでもお医者さんに来てもらうなら大丈夫だよね。うん、私も同じこと考えてた。この辺りで病院って言うと。ごめんなさいご主人様、ショコラたちはそばにいるって約束を破ります。後でいくらでも謝るから。好きな人が苦しんでるのに黙っていられない。すぐにお医者さんを連れてご主人様のそばに絶対に戻ってきますから、待っててください。閉まってる、そんな、せっかくここまで来たのに。すみません、誰かいたら開けてください。お願いします、ご主人様を助けてください。お願いします。あなたたち何してるの。あのご主人様が大変で、それでお医者さんを呼ぼうと思って。病院が閉まっててどうすればいいかわからなくて。飼い主さんが。それは大変だけど、あなたたち猫ちゃんだけみたいね。鈴は持ってないの。猫が許可証なく外を歩いたりしたら警察に補導されてしまいますから。そのいつもはつけてるんですけど。慌てて出てきちゃったから。とりあえず一緒に来てもらえるかな。ご主人様に連絡がつけばすぐに帰れるからね。ショコラはご主人様のためにお医者さんを連れて帰らないとダメなんです。ご主人が苦しんでいるから私たちは帰らなきゃダメだから。いけない、お願い、分かって。ごめんね、そう言って逃げちゃう猫ちゃんもいるの。鈴のない猫ちゃんは一緒に来てもらう決まりだから。そんな、ごめんなさい。あ、猫ちゃんたち落ち着いて、大丈夫だからね。ダメです、ショコラたちはご主人様のところに帰らなきゃいけないです。絶対に帰るって約束したんです。だからごめんなさい、今だけは絶対に行けない。決まりだからどうしても一緒に来てもらわないといけないんだけど。ご主人様。ご主人。え、ショコラ、バニラ。ご主人様、なんで。ご主人、どうして。何やってんだ、まったく。スマホで病院を検索してたから、もしやと思って来てみたら、お前らが無事でよかったよ。鈴も置いてっちまったし。だってご主人のこと今度は私たちが守らなきゃって思ったから。
ご主人様が苦しそうにしてたから、いても立ってもいられなくて。家族だから何かをしなくちゃって。ああ、家族の心配をするのは当たり前だな。だから俺もいても立ってもいられなかったんだよ。わかったから。まったく病院に心配かけて。お前らはごめんなさい、心配かけてごめんなさい。ご主人様、ごめんなさい。ご主人、ごめんなさい。もういいから泣くなって。俺たちの家に帰るぞ、ショコラ、バニラ。はい、帰りましょう、ご主人様。うん、三人で帰ろう。な、これは、しぐれ、その格好。おはようございます、兄様。この間の兄様が倒れた一件があってからしぐれは考えました。ソレイユの人員を増やして兄様の負担を減らすのが妹としての使命だと。人員を増やすって言っても今のうちじゃ。ご心配は無用です、兄様。あ、私はもちろんですが、水月の猫たちもみんな協力してくれるそうですから。しぐれ様と歌唱様の命とあらば。しょうがないわね、しぐれがお小遣い出してくれるんでしょ。たくん、めんどくせえけど飼い猫のつれえとこだよな。私は歌唱さんの美味しいケーキとお茶をいただければ十分です。全員鈴持ちの即戦力です、文句はありませんね、兄様。いや、ちょっといらっしゃい、みんな。先輩として歓迎しちゃうよ。またみんなと一緒、こうでなくっちゃ。ショートケーキください。いらっしゃいませ。ようこそラ・ソレイユ。ま、いっか。こうしてパティスリーラ・ソレイユは猫パラダイスと呼ばれるケーキ屋として新しい一歩を踏み出したのだった。